start living English today. So, living English とは、住むという live、英語の English を合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型の英会スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私は渡辺秀和と、今日はですね、イギリスからケイティ。ケイティ。両船から佐永さん。準レギュラー。3人でお届けしていきます。イエーイ。ご協力ありがとうございます。やり直しでしょ。完全にやり直し。いや。入り口がもう照れてた。これもう2時間今日練習しましょう。出るやん2時間はいでですね、今日はですね、うん、ちょっと趣向を変えて、イギリス人と日本人の当たり前クイズというか、当たり前ですね、はい、あ、地域局ね、これこういうの渡されてるわけ、そうなんかスケッチブックとペン持たされてるけど、そうなんだ、だから日本代表として、うん、佐永さん、イギリス代表として、ケイティが、日本代表になりましょう、答えてもらおうと、だから別に、まあ、主観はもちろん入ってもいいんですけど、大体こう、なんていうかな、日本人やったらこう答えるやろうなっていうマインド、あんまりちょっとオーソドックス感には自信がないですけど、結構マニアックなんで、オーソドックス感はね、だいぶマニアックやから、だからそれでも入れてくれてもいいですよ。問題です。はい。Okay, do you understand? I think well enough. Yeah, I'm ready. I'm ready for the challenge. Yeah. So please write the common answer. Yeah. About the answer. I'm ready. I'm ready. はい。ということで、いきます。第1問。ダダン。ですね、一番有名な日本人、答えてください。So do you know the most famous Japanese name? これは、世界的にとかっていいんですか？もちろんもちろん。日本人が日本人と言われた時に答えるような人ってこと？どのぐらいのこと？言うたら、まあ、会えばいいよねって答えがあったら。ケイティとキカオがどうかってこと？そう。ちょっと隠し気味で、はい、ちょっと隠し気味で。日本人、はい、日本人と、これしかない。これ、はい、シンキングタイム。ピョピョッと書いて、ピョピョッと。これも考えなしでいいのかな。考えなしで。どうぞ。はい、いきますよ。3秒前いきます。これだな、これ。3秒前。これです、これです。2、1。じゃあいきます。せーの、ドン。北野武翔太、誰や、I know three ショータ、I know three Shotas、 いや、翔太、翔太じゃねえ、common name、 なるほど、ケイティは日本人の名前、パーソナルじゃなくて、有名人じゃなくて、有名な名前、私、日本人のよくある名前に来て、翔太は3人知ってる。あ、you mean a famous person? いやいや、パーソン。正解じゃないでしょ。もう一回やる？もう一回、do you understand? You want a famous name, a famous person. Without the北山武史ね。言うの北山武史。No, I don't know who that is. 聞いた、ムービー監督ってやつ。ディレクター。Okay. Yeah. まあ、ごめん。You don't know. I don't know. Yeah, yeah. まあ、知らないんで。知らないんで。I don't think I'm gonna do very well in this. はい、じゃあ、行きます。二度目の正直。はい。パパッと書いて、パパッと。はい、パパッと。はい。はい、フェイマス。Famous Japanese person. もう一回音楽のフェイマス。はい、もちろん。北の激しい街。北の激しい街。激しい街な。はい。Go. Don't sing. Just...フィール全然わからん、日本人、これか、この人やな、あ、これや、この人忘れてた、はい、これせーの、ドン、吉郎ヒデさん、俺僕でした、全然有名ちゃうしほんまや、じゃあ、はい、2問目いきます、イギリスで一番有名な人、イギリス人、
this so, one I can do. Yeah, famous person. Famous yeah, person. In England. はい。This is easy. はい、easy 言ってます。はい。あれでもう簡単にあれや。はい、あれであれで。さあ、何が出てくるのか。これはい、いけた？はい、はい、いけました。はい、せーの、ドン！エリザベス女王。クイーン、ザ・クイーン。ザ・クイーン。せーの。Is that the same? ザ・クイーン、ザ・クイーン。クイーン、ザ・クイーン。This is the... ザ・クイーン、ザ・バン。No.
そうね、枚方は maybe we could put the chocolate covered strawberries on top of the shaved ice。 あ、かき氷の上にこのチョコレート、まあ、かき氷の、一番ベタなメジャーなのは、うん、ストロベリーいちごね、いちごはですね、ストロベリーミルクそうね、ストロベリーミルク。あとはおしゃれかちゃん、まあ一緒だよ、一緒だよ、微妙。まあ最後ちょっと合わしましょうか、合わせましょう、まずいくの。で、じゃあ、あなたは、うん、夏が、うん、好きか嫌いか、イエスかどうかの答えがある。 Do you like summer time? Yes or no? Please write yes or no。はい、せーの、イエーイ。Finally the same。 どんなオチだ、イエーイ。Yes。 どんなオチ、多分シナリオ、シナリオのオチだ。どこで書きづらいの。 You wrote that one in English。 Yes。 All of your other answers are in Japanese and this one's in English。 全部日本語で書いてる、最後だけ英語で書けた。合わせた、寄せた。いやよかった、仲良しやね。なんか今日佐藤さん、ケイティプレゼント、ケイティプレゼント持ってきましたからっていうことで、ジャパニーズフェイマス京都クッキー。 Oh yeah? Yeah. クッキーメルコン京都ネムリス松風。松風っていうのは日本の木の名前です。ファインチリー、お城とかお寺とかによく生えてる、その松、二条城の松に風が吹く様を表したお菓子。難しいな。というのがキャスロープ二条とクッキーのフェイマス。 Yes。 言うてるな、あれはないんだ。言うてるところの上辺の積んでる城みたいな感じのところ。ああ。はい、ぜひ。You can try it now。 いや。What's it? Raisins? Raisins。これレーズン入ってるんですよ。レーズン入ってるんですよ。こういうのがレーズンです。で、焼き菓子クッキーやね。そうですね。ぜひ食べてください。ぜひいただきます。これあのね、あの京都の、はい、ですね、あの、あそこ何て言うの、寺町。あ、結構固めな感じやね。いや、だから、京都玉露のご縁茶というところで今日は買ってまいりました。ありがとうございます。はい、今日ご縁ちゃんの人にも今から YouTube の撮影してるよって言ってありますんでね。おいしい。これを見たら、ね、爆笑してると思います。ほんまやったんや。YouTube の撮影。嘘がほんまやったんや。どうですか。いや、おいしい。なんかね、嬉しい。トラディショナルな感じで。そうでしょ。あの、日本人からするとちょっとなんか懐かしい、ホッとするような感じ、うん、でね。絶対おばあちゃんが好きなの。そう。うん、でこのお茶を系によろしいですね。最高、おいしい、おいしい。で、今日は珍しく、はい、私がちゃんと告知を求めました。素晴らしい。はい、ビオルネの5階にですね、9月17日オープンいたします。 B5 という9月17日、あ、この9月17日です、ね、はい、オープンします。 B5 という、コワーキングスペース、はい、ラウンドレンタルスペースでございます。はい、はい、ただいまの、ね、会員さんを募集しておりますので、素晴らしい、よければ平方ビオルネ B5、はい、もしくは平方 B5 で検索をしていただくと出てきまいります。詳細がね、そうですね、今大改修してますもんね。そうなんですよ、ただいま工事中で ねイメージパーツ入ってますよね。今現在こんな形に全くなっておりません。今もあれば、ね、ただただあの壁と行き止まりばったり、ただただ壁と柱があったりメガスコシチュー、はい、ね、B5、はい、9月6日ですので、ぜひ楽しみにしてください。そうですね、はい、さん募集しております。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ検索お願いします。はい、では今日はこんな感じで、はい、はい、ではありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。